今日さ、帰りににね、ね、ああののー、下着を買いに行ったんんでで、すよ。でなんか、ねあのー、私量販店的なところの下着売り場しか行ったことなくてさ、で、なんか、個人店でやってる下着売り場があってえ、めっちゃいいなと思って個人でやってるその下着売り場に行ってみたのそしたらねなんか、あの、1人でやってておばさんがねで私が入店した瞬間にさって近寄ってきてサイズ合ってないわね。<laughs> 小さいわねって言って、メジャーシャーって出してきて、マリガーって測り出して、めちゃくちゃ笑っちゃって。なんて面白いおばさんなんだと思って。この話がしたかったんだよな、配信で。ガチだった。ガチの人だった。プロだったわ。ガチのプロだった。ここに来たらみんなね、なんかぴったりだって言って帰っていくのよって言いながらね、測ってくれたわ。5枚買って帰ったね、私は。 そのおばさんを信じて5枚買って帰ったハ <laughs> かったなあの店もうハ回行きたいな <laughs> なんでそんなに自信があるんだと思ったね <laughs> すげえなって <laughs> マジで面白かったじゃまた行ったらレポ書くわ <laughs> 俺もパンツ測ってまいたい絶対いらんやろパンツなんて測らんでええやろ